パナソニック産業電機、産業電機株式会社は、パナソニックグループの日本の電機メーカーで、パナソニックの機能市会社。本社は、大阪府大阪市中央区、陶器町の本店は、大阪府大東市に所在。パナソニック参加に入る以前には、大阪府森口市に創業から68年にわたって、本社を置いていた。 松下幸之助の議定で、松下電気産業の創業にも関わり、同社の専務取締役だった、井上俊男が、GHQ による公職追放指定に伴い、1946年に松下電気を退社。翌年2月1日、松下幸之助より、自転車用発電ランプの製造権と火災意にある、松下電工法上工場を譲り受け、個人事業、 山陽電気製作所を創業し、自転車用ランプを製造。当初は松下電機が山陽電機の名前を併記してナショナルブランドで販売していた。後に直販化した。6月30日まで存在した企業博物館山陽ミュージアムにはナショナル発電ランプ、山陽電機株式会社製造などという旨が書かれた。当時の広告や、 ブランドロゴが展示されていた。松下電気産業の後藤聖一も創業時に工場長として参加。1949年、採用電気株式会社設立。会社のロゴマークに、源流企業である松下電気のナショナルマークに類似した円形に、電気のスパークと採用ロゴをデザインしたものを採用。社名は、太平洋、大西洋、インド洋を意味し、 世界で活躍できる企業になるという意思が込められている。1953年に開発した分流式洗濯機が大ヒットし一躍有名になった。その後、総合家電メーカーとして日本屈指の企業に成長。本家である松下電機とも国内、さらに海外で長年しのぎを削ることとなった。しかし、度重なる製品の重大事故や、 不祥事で経営が苦しくなり、2011年株式交換により、パナソニックの完全子会社となった。この前後数年間で役員のほとんどが社外に去り、グループ10万人超の巨大企業が倒産を経ずに、事実上消滅するという、日本の経済史でも初めてのケースとなった。なお、社名に、産業とつくが、産業貿易、産業証券や産業審判、 産業物産、産業産業とは、資本、人材とともに一切無関係である。2020年現在は、掃除機の紙パックや、ファクシミリのインクリボンなど交換が必要な製品、家電の補修部品など一部に限り、産業電気の商標の使用を継続している。他のロゴアも、参照のこと。二千四年十月二十三日に発生した新潟県、中越地震によって、 子会社の新潟産業電子の半、胴体製造工場が被災、地震保険に未加入だったことから500億円を超える、損害がほぼそのまま損失として計上されたほか、デジタルカメラの単価下落などの煽りを受けて、同年度は大幅な減収減益となった。2005年3月決算は1715億円の、投機赤字。 このため2005年6月には創業以来長らく続けてきた UH 族による同族経営の殻を破り外部からジャーナリストの野中と模様を社外取締役として招聘した。野中はその後会長最高経営責任者に就任する。しかし2006年2月に野中は CEO 兼務を解かれる。2005年9月28日には創業地である 工場工場の閉鎖を含む追加再建計画を発表。同年10月22日、共同通信社が冷蔵庫などの家電から撤退しこれらを生産している工場を閉鎖すると報道したが、山陽電機側はこの報道をすべて否定、白物家電からの撤退を考えている事実はないとして当該報道への遺憾の意を表した。しかし、 同年11月18日に総合家電メーカーから撤退を発表。今後は二次電池、太陽光発電といった自然環境に優しいクリーンエネルギー事業や携帯電話をはじめとするモバイル関連事業を中心に経営再建を図る見通しとなった。白物家電については完全撤退しないものの日本国外メーカーとの合弁も視野に入れ、 事業は大幅に縮小される見通しだった。2005年12月9日、再建に向けての重要課題とされてきた、金融市会社の産業電気クレジットについて、米投資銀行のゴールドマンサックスに譲渡すると、発表、株式譲渡と第三者割当増資により、ゴールドマンサックスが産業に代わって、筆頭株主となった。また、同日、不審のテレビ事業についても、 アジアメーカーとの提携に向けて協議中であることを明らかにし、2006年3月17日に台湾のクアンタコンピュータと提携すると正式に発表。クアンタコンピュータと薄型テレビ事業のための合弁会社を設立し、産業ブランドの液晶テレビは新会社から発売されることとなった。2005年12月21日再建に向けて、 山陽電機の資本増強計画についての第三者割当による新株式発行の基本合意が大和証券に SMBC プリンシパルインベストメンツ株式会社ゴールドマンサックスグループ及び株式会社三井住友銀行の中で達したと発表した。この発表では2006年2月末までに総額3000億円の優先株式を発行し、 大和証券スマビシ PE、ゴールドマンサックスグループ、及び三井住友銀行がこれを引き受け、このうち、大和証券すまびピ p お及びゴールドマンサックスグループに、各1250億円を、三井住友銀行へは500億円を割り当てる、予定とし、2006年1月25日に、上記内容を予定通り正式に決定したと発表。 2月26日での臨時株主総会にて了承を得た後、3月14日に増資は完了した。なお、産業再生法の適用により、増資に伴う税金が一部軽減された。また同時に、人事変更の発表もあり、CEO と c e o 及び CFO は廃止し、9人の取締役のうち5人が、今回の引き受け先の金融機関3社から就任する。 予定であることを明らかにした。その後も12月には不具合による携帯電話機向け充電池130万個を回収。翌2007年1月の洗濯乾燥機16万台イコール。さらに2月には不適切な会計処理が問題化するなど、野中の CEO 解任後も財務、事業両面で立て続けにトラブルが続いた。2007年3月19日、3期連続の 赤字決算の責任と会計問題を処理する過程で、野中が社外取締役を自主会社を去る。さらに、同年4月2日には創業者、井上俊男の孫である、井上利正が社長を辞して代表権のない取締役に退く。代わって、生え抜きの佐野誠一郎、執行役員総無人事本部長が社長に就任。 同年6月正式に代表取締役となった。その後、佐野社長のもとで、不採算事業や関連性の低い事業の売却や、太陽電池等主力事業の強化が行われた。これにより、創業家が経営の一線から退いた。なお、井上と島佐は後に、住生活グループ企業である、陸州相談役を経て、2011年4月より、 同社インターナショナルカンパーニー社長となった。2007年11月27日、2007年度9月、中間連結決算は、人員削減などのリストラ効果もあり、最終損益が159億円の黒字と、中間期では3期ぶりに黒字に転換と発表。また同日に来年度から3年間のマスタープラン、チャレンジ戦も発表。 得意分野である二次電池や太陽電池、電子部品などの部品事業に設備投資を集中し、特に太陽電池では、寄付事業所内に、白膜太陽電池の研究開発拠点となる、次世代太陽電池開発センターを新設。売却を断念した、半導体事業も、子会社の採用半導体に対し3年間で、約3700億円を投じる方針。不振の白物家電も、 アクアなど環境に優しい高級商品を中心に継続する方向とした。2008年1月25日に同年4月1日付でグループの組織再編を行い、産業電機の白物家電事業、車載機器事業及び営業、販売部門を同時付けで鳥取産業電機から社名変更した産業電機コンシューマーエレクトロニクスに移管。 鳥取産用電機のフォトニクス事業を産用電機に移管することが発表された。2008年4月に国内の家電量販店に出荷する液晶テレビの生産を中止し、地域系列店だけで販売しているが、優位性のある日本国外市場で事業規模を拡大しておき、競争優位に立てる生産規模になれば、再び国内市場の本格参入もあるとした。テレビ事業は、 2006年10月にアメリカの子会社に移管し、アメリカ市場ではウォルマートの販路を活用している。2008年11月1日、日本放送協会のテレビニュースにてパナソニックが産業電機を買収することを検討していると報じられ、これに続いて新聞各紙も同様の内容を報じた。後に有効的な株式公開買い付けにより、 過半数の株式を取得し、2009年4月までに、子会社化すると報じられていた。2008年11月7日、パナソニックが、産業電機を子会社化することで、基本合意したことを発表。この基本合意の時点では、2008年12月を、目途に雇用、事業、ブランド等についての大枠で合意した上で、2009年はじめに、パナソニックが、 有効的株式公開買い付けを実施し、3月末までに、子会社化する予定だった。2008年12月に、資本、業務提携契約を締結。2009年3月には、過半数の議決権を持つ、主要株主が、TOBO 応募でパナソニックと合意した。しかし、両社は、 アメリカ合衆国でのニッケル水素電池市場で合わせて約8割に達するシェアを有する等、二次電池で高いシェアを占めることから独占禁止法上の手続きが予想以上に長期化した。2009年6月26日、佐野誠一郎社長が株主総会で同年9月1日よりパナソニックの子会社となりパナソニックグループの参加に入ることを正式発表。 同年10月末までに、ニッケル水素電池部門の一部売却などを条件に、世界各地域すべての関係当局から承認が得られたことから、2009年11月4日に、パナソニックが、採用に対する有効的 TOB の実施、採用が TOB への賛同をそれぞれ決議した。TOB は11月5日から12月7日まで行われ、12月8日成立。 12月21日に TOB 決済と TOB に応募された優先株式の普通株式転換が行われパナソニックが全株式の50.27%を取得当初予定より半年以上遅れて採用が正式にパナソニックグループに加わった翌2010年2月1日付でパナソニックから役員を受け入れ自社のヒット太陽電池をパナソニックに OEM 供給し、パナソニック電工が要する強力な販売網に乗せて販売するなど、パナソニックグループの一員として本格的な連携が始まった。産業は買収される以前、ブランドビジョンとしてシンクガイアという言葉を掲げていた。買収直後の2010年1月、パナソニックグループは創立100周年ビジョンを新たに公開した。このため産業は、 会社の方向性を示す表現を二つ持つこととなったが混乱を招くとして2010年4月9日限りでブランドビジョンシンクガヤの運用取りやめを発表した。2010年5月7日大坪文雄パナソニック社長が同年3月期パナソニック決算発表記者会見の席上で産業の白物家電事業を将来的に統合すると発表。その後、 同年7月28日にパナソニックパナソニック電工、三洋電機の三社合同でパナソニックグループの抜本的再編を発表した。三社がそれぞれ一定の独立性を持った現状の経営形態ではサムスン電子や LG エレクトロニクスといった急成長を続けるアジア系電機メーカーとの競争を勝ち抜くには 不十分で競争力強化と意思決定の迅速化を図るには経営統合、細かく重複の多い既存事業の大胆な整理集約といった抜本的な再編が必要であるとパナソニック側から電工、三要両者に打診し合意した。まずパナソニックが2010年8月23日から10月6日まで有効的 TOB を実施。 TOB は10月7日に成立して10月14日付で決済が行われ、パナソニックは産業の全株式の80.98%を取得した。TOB に応募されなかった株式は株式交換によって取得。産業は翌2011年3月29日に上場廃止となり、同年4月1日付でパナソニックの完全子会社となった。 続いて2012年1月1日付でパナソニックグループ全体でコンシューマ、デバイス、ソリューションの3事業分野を核とする事業再編を実施、産業の強みである太陽電池、蓄電池などのエナジーシステムは主にデバイス事業で活用される見込み。そして事業再編が実施される2011年度中に産業ブランドが強く支持されている海外の一部地域。 機器を除き、産業ブランドを原則廃止し、パナソニックへ一本化することも決まった。まず、産業ブランドでの新製品発表は2011年3月31日付をもって終了。翌4月1日以降産業が生産、出荷する製品には原則として、パナソニックブランドを関することとなり、産業ブランドを関する既存製品の生産、 出荷は1年後の商標公式使用終了に向けて縮小される。そして2012年4月以降日本国内の採用ブランド製品はエネループだけとなり、それ以外の製品は在庫、展示品限りとなって完売次第市場から姿を消す。当面の間、採用ブランド製品としてパナソニックの充電式エボルタと併売されていたエネループを除き、 日本国内での産業ブランドの使用を2013年4月25日をもって廃止。それ以降、エネループは発売元、ブランドをパナソニックに統合して発売を継続する方針となった。エボルタの併売も継続されるため、事実上パナソニックは2つの蓄電池ブランドを構えることになった。さらに全国に約1500ある産業系列店、スマイル、 ナンバーワンショップをパナソニックショップに転換、統合することも決まった。2011年10月1日から採用系列転看板をパナソニックロゴ等へ掛け替える作業が始まり、2012年3月末に完了予定。これに先行する形で採用系列店には採用グループ本体が生産体制を大幅縮小した製品を中心に薄型テレビ、 冷蔵庫等の一部でパナソニック製品の供給をはじめ完全公害者化以降はパナソニックショップ転換に向けてパナソニックブランドを冠した産業製品を含めて全分野の製品がパナソニックショップと同様の品揃えに置き換わっていった。ただしすべての産業系列店がパナソニックショップに衣替えするとは限らず産業、パナソニック以外の他社製品も併売する。 アトム電機等の独立系やエディオンファミリーショップ等の家電量販店系に移籍する店舗も出ている。さらに一部地域、店舗では看板からの山陽文字を外してパナソニックやアトム電機などへの掛け替えが予定より前倒しされ、2011年4月1日より掛け替えを始めている。また、完全子会社化に伴い、2011年4月から、 産業電機公式ウェブサイトの URL がパナソニックのドメインの下に置かれることとなった。なお、車載用以外のニッケル水素電池部門等は2010年にコガグループの FDK に一度は売却を断念した。半導体事業も2011年にアメリカのオンセミコンダクターにそれぞれ売却された。ただし前者は2011年現在も エネループの製造元として引き続き、産業に製品供給を続けており、後者も、オンセミコンダクター3回リゴ最長3年間は、産業ロゴを使用する計画があるとされていた。ちなみに社債用のニッケル水素電池事業は、産業側ではなくパナソニック側の事業が、中国のコナン火力延伸農源に譲渡される、見通しとされる。パナソニックと重複する洗濯機器。 家庭用冷蔵庫の事業は2011年にハイアールグループに売却された。採用とハイアールは家庭用冷蔵庫の生産で合弁会社ハイアール産用エレクトリックを設立しており、家庭用機器事業の売却先としては妥当と言える。コインランドリー機器では国内市場をほぼ独占していたが家庭用洗濯機だけでなく、 コインランドリーなどの業務用機器事業も売却した結果日本国内でトップシェアを握っていたコインランドリー機器事業を外国企業に明け渡すことになった。ハイアール売却前の2011年以前に製造された製品はパナソニックグループがアフターサービスを行う。洗剤が不要なモデルなどの洗濯機、ニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル水素充電池の高性能、 高品質化、リチウム電池の商品化等の電池、ソーラーパネルなどの領域では高い技術力を有する。CD、R ドライブの書き込みエラー防止機能、バーンプルーフを世界で初めて開発した。ソーラーパネルの主要なメーカーの一つであり、独自技術のヒット対応電池で高いシェアを持つ。岐阜県アンパチ郡アンパチ町の岐阜事業所内に巨大なモニュメントを兼ねた。 大規模太陽光発電システム、ソーラーアークを設置。東海道新幹線の前原駅と岐阜羽島駅の間で車内から見ることができる。ディスプレイの分野では、UQL ディスプレイをベイイイーストマンコダック社と共同で開発していたが、2006年1月31日に撤退を表明した。プラズマテレビ、液晶テレビでは、シェアは低いが、成功エプソンの技術協力を得て、 ホームシェア対応プロジェクターである Z シリーズは国内で一番の売り上げである。プラズマテレビ、液晶テレビではデザイナーのグエナイル・ニコラを起用し革新的なデザインのテレビでシェア工場を狙っている。携帯電話の分野では e モバイルを除き PHS を含む国内全キャリアに対して端末を供給した実績がある。携帯電話開発は産洋電機と 子会社の鳥取産用電機の2社により独立して行われていた。骨電動スピーカーやワンセグ放送対応テレビチューナーは携帯電話端末機としては世界で初めて搭載し、他にも FM ラジオチューナーなど様々な技術の搭載に挑戦した。携帯電話事業は2008年1月21日、500億円で携帯電話事業の京セラへの売却が 正式発表され、同年4月1日付で売却された。かつてはエアコンの世界市場でも高いシェアを有していた。また持ち運び可能なナビゲーションシステムの分野では、2006年末に発売したミニゴリラが人気を得て、国内 PND 市場で70%のシェアである。一般消費者にはあまり認知されていないが、製品の実際の製造者に注目すると高いシェアを、 有する製品が多数ある。家電製品など自社ブランドではなく OEM 供給、すなわち当社が製造した社へと供給し、他社の商標をつけて消費者に供給される製品の比率も高い。光デバイス、二次電池、パソコン等電子機器用コンデンサなど一部の電子デバイスやデジタルカメラなどの完成品の OEM 供給ではトップシェアを持つ製品が数多く存在し、 エンロシの採用と言われることもある。特にデジタルカメラの OEM 供給元としては世界トップシェアを有している。またハイビジョンレコーダーなどは通常 OEM 供給のみである。また実はデジカメ、ムービーデジカメを商標として登録している。このため他社が自社製品をデジカメと呼ぶことはないが、ほぼ商品ジャンル全体の代名詞化しているため、マスメディアなど第三者が 他社製品をこの名で呼ぶことは黙認されている。低価格競争の激しい家電量販店よりも地元密着型でアフターサービス重視の街の電気店を優遇する傾向があった。産業系列の電気店としてスマイルナンバーワンショップがあり、1000倍モデルや購入した場合のみに適用する長期延長動作保証などの特典もあった。以前使われていた商標 現在の商標も共に解説する。現在はほとんどパナソニックなどにい売却されている。採用電機、コンシューマーエレクトロニクスと共に、セレクトショップのフランフランやアマダナ、プラスマイナスレイで扱うオリジナルブランド家電の OEM、供給元でもある。また洗濯機の生産では、ハイアールグループに売却されるまでに葬式、全自動式、 洗濯乾燥機に至るまですべて日本製を貫いた。生産は産業アクア東京工場で行われた。その他の製品としてかつて電子オルガンを販売していたこともある。デジタルで時計も昭和末期頃までに10機種ほど製造を販売していた。エネループ1984年に発売された石油ファンヒーター。 CFHS221 回を使っていた45人が一酸化炭素中毒となり、うち4人が死亡した。原因は空気取り入れ口が上に向いていたためで、そこに埃が溜まって不完全燃焼を起こしやすくなっていたとされる。暖房器具の安全性が見直された重要な事件である。事件が多発した1985年から1986年にかけて、 採用はその後のテレビ CM や新聞広告などのマスメディアで採用電機からのお詫びとお願いと題したリコールにより回収を進め提供番組では数ヶ月間通常のテレビ CM を自粛した。なお、この CM は我が国初の宣伝を目的としないリコール CM とされており事故を起こした製品の写真とテロップが表示され男性ナレーターが 事故の報告と謝罪、製品の回収ならびに修理依頼のお願いを BGM なしで淡々と語るストレートニュースのようなものだった。さらに1986年1月には前年12月に起きた事故により新タイプの CM が制作され、CM の途中には人命に及ぶ重大事故の恐れという恐怖心を煽らせる文言が加えられた。この事故を受け、 当該ファンヒーターを製造した子会社の東京産業電機を吸収合併すると同時にブランドロゴを一新し第二の創業に踏み切ることとなる。2002年10月1日にもリコール回収から漏れたと思われる CFHS221 回が茨城県伊多市で不完全燃焼による1酸化炭素中毒事故を起こしている。 また1994年から1998年にかけて同社が生産、発売した石油ファンヒーターによって瞬間的に炎が吹き出るという事故もあった。症状は燃料検出センサーが故障した状態で運転を続けた場合、灯油を使い切る直前に温風吹き出し口から瞬間的に炎が出てすぐに運転を停止してしまうというもの。原因は 灯油を使い切る直前に灯油と一緒に空気が吸い込まれることで燃焼状態が不安定になるために生ずる一時的なものである。採用で22機種販売したほか、ユアサプライムスは4機種、日本電機、ホームエレクトロニクスでも3機種、同様の機種を販売している。これらの事故をきっかけに採用は2001年に石油ファンヒーターの製造を終了。 石油ファンヒーターからは撤退したが、FF 式石油暖房機は2007年まで継続して製造された。2005年以降、未点検機種がまだあることが利用者からの修理問い合わせなどで発覚しているため、過去に事故が発生した蒸気に製品の回収告知を事業を承継したパナソニックで再び言っている。ソーラーアーク事件による回収品を使って建設された。 中央の山陽ロゴは2011年8月パナソニックロゴに掛け替えられている1990年代後半、子会社である山陽ソーラインダストリーズが販売してきたソーラー発電システムの太陽電池パネルに使用より低い出力のものが多く含まれていた。市民団体による採算にわたる事実確認にもかかわらず2000年10月20日に 記者会見で不良品の存在を認めるまで何度も事実を認めなかった。さらにその記者会見でも当初から低出力のパネルを販売していたことを認識していたにもかかわらず、同年9月に初めて発覚したと虚偽の発言をしたことから批判が集中、ついには山陽総ラーインダストリーズのみならず親会社の山陽本社の社長までもが辞任に追い込まれる事態となった。 同年12月、通産省は産業を呼び、産業ソーラーインダストリーズに行政処分を行った。産業は、行政処分を受け該当するパネルを回収、製品品質に対する自戒の念を込め、それを用いて、岐阜事業所内にソーラーアークを建設した。子会社の産業アクアが製造した、トップオープンドラム式洗濯乾燥機で、 三度のリコールと一度の再告知を行った上で修理対応を行ったものの修理時の作業不備が原因の発火事故が一件発生したことを受け再度の無料点検と一部機種の製品交換を発表した。なお、現行機での交換に対応しきれない場合は歯科から減価償却費を差し引いた所定金額での返金対応となる。この事故に関し、 山陽本社の専務執行役員、修理作業を行った山陽電気サービスの代表取締役、並びに製品を製造した山陽アクアの代表取締役多数名の広角処分等が行われた。2006年12月7日、NTT ドコモの携帯電話 D902i などに使われている山陽 GS ソフトエナジー製のバッテリー約130万個を不具合により回収。 2007年2月23日、朝日新聞が、採用電気巨額粉飾の疑いと、長官一面で報道。2007年12月25日、当初、大償は、2001年3月期から2006年3月期までの優化証券報告書を訂正したことが、虚偽記載に該当するとして、採用電気株を管理ポストに割り当てた。 翌2008年2月9日に管理ポストの指定を解除。注意勧告が行われ改善報告書の提出が義務付けられた。2002年9月から2004年9月の中間配当期に同社の井上里志元会長ら旧経営陣が子会社の評価額を過小計上した上、違法に配当したことで同社に損害を与えたとして、 西日本在住の同社株主らが、旧経営陣に対し同社に、約287億円を賠償することを求め、大阪地方裁判所に株主代表訴訟を起こした。2012年9月28日に、同地裁は、経営判断が不合理だったとは言えないなどとして、株主側の訴えを棄却する判決を言い渡した。山陽電機研究開発本部。 大阪府平方塩や会社主要連結し、会社持分法適用関連会社かつては、金高薫世界の旅、仮面の忍者、赤影などの一社提供など、大々的に CM を放映していた。現在は、PT や、親会社、パナソニックの提供番組での放映が多くなっている。パナソニック電工が発売する、住宅用太陽光発電システム、 ヒットシリーズに限定されるが、ヒットの名称自体は、山陽電機の登録商標で、オリジナル技術である。2008年北京オリンピック開催前までは、イメージキャラクターに、バドミントン部所属のオグシオコンビを起用していた。など、ありがとうございます。